ございます。目が腫れちった。何もせず、目に何もせず寝たら腫れた。よく寝ました。すっきり。背景変えた。そうそうそう、ちょっとね、いい感じじゃないですか。そう、涙袋がいつもより大きい。嘘。ええ。待って、お誕生日センス。お誕生日センス。ちょっと待ってくださいね。今ね。セリアさん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。セリアさん、おめでとう。おめでとうございます。おめでとう。誕生日ね、おめでとうございます。わっわ、すごい。ありがとう、セリアさん。ギフト開いてなかった。わあ、すごい。ホワイトデーだ。コロイチさん、おまあちくんさん、シュージさん、ラゲさん、ツーモさん、キヨ兄さん、フラペチーノさん、ゆきかぜさん、コロイチさん、大崎上島のカズさん、チャーミーさん、大塚さん、デサイズハットさん、ソウさん、ユウユウさん、クマクマ、シャンくんさん、コミタンさん、そしてシリアさん、 I love you、 ありがとうございます。おはよう。今日ホワイトデー？違うよね。公園の余韻に浸りながら仕事行ってきます。いってらっしゃい、頑張って。広島また来ます。待ってます。本当に嬉しかったです、来てくださってありがとう。本当に広島まで遠いのに、また来てね。え、ホワイトデーって1週間あるもん。ちょっと昨日のタワーかけてないんですよ、まだ。お名前はキープしてるんですけど、ちょっと待ってください。昨日のタワーは夜描こうって思ってたんですけど、今撮ったものは今描きますね。
か体が体がなんか何て言えばいいんじゃろ、変な感じする。ありがとうございます、セリアさん、ありがとう。ありがとう、おめでとうございます。バイトの面接頑張って、みずっちさん、うん、ありがとう。デザイザートさん、ヨウウェイマンさん、コロイチさん、野沢さん、ありがとう。運動家といつも東京来てくれてるの、ありがたい。いや優しいですね。うなじさ、そうさん、くずりゅうさん、メロンパンさん、はくま、ありがとうございます。かわいい。はい、ダムダさん、カープさん、ジロウキチさん、トノピさん、ありがとうございます。ラブハ、うん、楽しかったね、昨日。昨日に戻りたいね。いや、戻ったらでも緊張するな。また生誕祭楽しかった、ありがとうございます。みちのかかあがかわいい、ヨッピーさん、ありがとう。お仕事行ってくれ、行ってらっしゃい。僕が優しいのは推しに似てたから。あ、私かしら。思いが溢れすぎて文章にしました、ありがとう。いや、おはよう、きょうちゃん、ありがとうございます。マックから見てます。みんな朝マックめっちゃ食べるくない？お風呂のお蜜愛がすごかった。なんかさ、メール、なんかやぶこメールがさ、なんかみちゅがなんちゃらなんちゃらっていう、なんか何、あの返信で書いてあってめっちゃ気になった。やぶこメール、何なんて書いてたんだろうって。おはよう、みちゅ大好き、ありがとう。行きたかった、配信やってくれたらな。ね、配信なかったから。ひろくんさん、ありがとうございます。私しかいないけど、うそ。ナッティさん、クマ、ありがとうございます。クマクマクマ、今日受験だった。今からですか、千人のあれですよね。おはよう。お風に見せてもらうしか、やっぱ言おうかなって思ったよね。ちょっとプスポスっていうちょっとね、喉乾いた。昨日ね、昨日気合を入れるために買っとったんじゃけどね、結局飲まんかった。
美味しい。こんなに美味しかったっけ。なんだっけ、オロナミン C の C はビタミン C の C だよ。歌ありますよね。シンゴさんありがとうございます。美味しい。オロナミン D。 雨だけど、すみません雨なの。いや気合い入れるときはやっぱねエナジーよ。美味しかった。うん？米太郎さん、平たくさんありがとうございます。うん。あ、モーモーさん、ありがとうございます。あ。イシケンマシンさん、コミタンさんありがとうございます。なっちゃんさんありがとう。ハマノンさんありがとうございます。レッドブルはねあんまり飲まない。なんかそういう あのエナジードリンク系はオルノミシーかデカビタみたいなやつしか飲まない。昨日の佐野さんの講演の感想ずっとわかるわかるってうなずいてた。佐野さんお母さんみたいだった。コメ太郎さん、クマありがとうございます。ダダダダムダさんありがとうございます。ピンクのチョコラビービー派です。それはさ、そうこれとあれではないんじゃない、あの仲間ではないんじゃないですか。ヒロくんさんありがとうございます。あれ栄養ドリンクなの？日差しが、おはよう、おはよう。顔が好きだったけど性格知ったらもっと好きになった。あ、ありがとう。浅野さんの共感した部分ですか？飲んでる姿すごく好き。ずっと飲んどこうかな。おはんよ。飲みたくなってきた。そうなんよ。飲みたくなるよね、人が飲んどったら。昨日の公演すごく良かった。そう、良かった。おはよう。健康体でいきよう。ねえ、前髪伸びるの早くない？そうなんよ。でもこれ昨日切ってもらったんですよ。生誕祭じゃけんね、ちょっと気合を入れるためにちっと前髪切ったんですけど、また伸びた。黒石さんありがとうございます。今いい感じ。そう、このこれで巻いた時のぐらいの長さがブレスト。はや、目腫れてるんですよ。あんまり分からんかもしれんけど、今コンビニで買いました。あ、影響されてる。握手会あさってか。あさってか。写真の前髪どうやった？どういうこと？あ、あの集合写真の？すごく嫌だった。未知の夢見てました。すごい。ありがとう。今村剛さん、クマありがとうございます。クマ。
ありがとう。英語の発音のくせ高ぶって昨日手紙書いて速攻出してきた好きなぞ。すごい、それは高まってますね。ありがとう。明後日はやばいって緊張してきた。お、楽しみ。おかかさん、ありがとうございます。この回よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうさん、ありがとうございます。楽しみ。本当にみち楽しんなりそうだぐらい大好きになりました。本当。元は楽しかった。免許取りに行ってきます。頑張ってください。ラブレター届いた。届いてないですまだ。ナッティさん、クマありがとうございます。かわいい。ケンゾウさん、ありがとうございます。右のスカートは私。右のスカートは私。左の人は私。未知免許取ってないですね。ポケセン。おはよう。そっ、でもツイッターとかにねたくさん載ってったんですけれども、これは等身大。チップかわいい。チップの手すごい。このこれ靴。船はまっすぐ進むよ、彼方の水平線。さあ愛を探しに行こうか。ドゥルルルラララ。おいよ。あ。チップはね、ちょっとパネルの方がでかかったです。待って、爪が腫れてるよ。とてもはよ。ちょっと待って、ちょっと美羽ちゃん、ありがとうございます。米太郎さん、ありがとうございます。みちの中からみち、そうびっくりしたでしょ。すごいですよね、パネル。サムマロンさん、サムマロンさん、お誕生日おめでとう。よっ、よいしょ。サムマロンさん、おめでとう。おめでとうございます。鼻がむずるぜ今
わかった、鼻がムズムズする原因。お花めっちゃ持って帰って、今部屋にめっちゃ置いてるんですよ。この花粉があるのかな。でも部屋入った瞬間めっちゃいい匂いがした。お花の匂いがした、部屋全体。うわー、自爆本当に。嬉しい花粉。遊びに行ってから行ってらっしゃい。みんなに優しくするなよ。リアルか。道合いが止まらない。本当？修行。修行。PM2.5 が相当花粉が充満してる。そうかな。自分のパネルとの生活なんか楽しそう。すごいねパネル。東京駅内でバイトしてるので道来ないかなっていつも思ってます。でも東京駅はね行くけどね、あのお店とかはあんまり行かないかも。おはようございます。デブニアさんありがとうございます。マサラと国松、おーすごかった。おはよう。やっと100円内入りました。自分絶対入ってないわ。今七並べやります。今日もめっちゃ久しぶりに朝配信来ました。そうそうかね、ありがとう。チップにパネル見せたらチップ自分でチップを匂ってた。そうかわいいでしょ。隣で歌い出していいから一緒に出かけたい今日この頃。そう、吠えてはないです。何だったんじゃろうね。今月もなかなかシビアな戦いになりそう。七並べ声出しすぎて少し声枯れました。蜂蜜を飲んだらいいですよ。クリスリアブラザーズイエーイ。イエスタガスクリニック。サイガーマスクさん、花ちゃんさんありがとうございます。チップ見てるとお犬さん、お犬さん今起きた。おはようございます。未知のノーマルカードが覚醒した。すごい、ありがとう。トレジャーボックス今日まで。悲しい。トレジャーボックスずっとやっとってくれたらいいのに。私は高須クリニックの院長です。風を待つ毎日聞いてる、ありがとう。そっかそっか。今日運命の日やから応援して。頑張って、応援してます本当に。ホワイトです。イエス高須クリニック。ゆっくりってポケットにファンタジー聞いたことある。チューンヌ、チューンヌ。ドミノピーザー CM ってさ不意に言いたくなりますよね。はよ、桜クリニックの院長。トレジャーボックス5000ポイントがあった、すごい。ナッティさんありがとうございます。今日は岩田ひなちゃんの生誕祭です。おは
早っ。うん、やる気を増してなられ気をついてきたな。電話してちょうだい。砂肝って何か分かります？皆さん0120107929白本クリニック0120107929白本クリニック、白本クリニックいいですよね、超耳に残る。砂肝ってね、関西の方言っていうか関西の人しか言わんらしい。知ってました？間違えた、砂ずりだ、砂ずりが関西の人しか言わないよ。砂ずりって言うんよ。間違えた、砂ずり、そうそう、砂ずりって言うんよ。砂ずりは関西しか言わんらしい。なんか磯貝かのんちゃんに砂ずりって言ったら砂肝でしょみたいな言われて、えーってなって。砂ずりってさ、わからん？砂ずりって言うんですよ。えー、聞いたことない？聞いたことある？山口やけど砂ずりも砂肝も使う、そっか。砂ずりが方言チックな感じじゃけん、標準語と方言使うのは合ってると思うけれどね、知らんくて。私も広島マクドって、マックっていう、私はマクドって言う人もいるけどね。砂場に入るズリの実ポケモン。なんか砂ずりって、なんで砂ずりっていう名前なんか未だに知らないんですけど、なんかお肉をさ、砂でズリズリして、あのちょっとお肉に傷をつけて、あの味が染み渡るようにまず一番最初に砂でズリズリしたものが砂ずりなんかと思っとった。砂でスリスリ、おはよう、よく寝ました。キヨさんありがとう。砂でスリスリって何？でも砂ずりって聞いたらそう思わん？違う、砂はちゃんとあのなくなるよ、きれいさっぱり。砂のソテー、そう、おはよう。砂はちゃんと洗い流すけど、あながち間違いじゃないと思う。ほんまに？砂でギモギモが砂ギモ。いや、砂ギモはもうキモっていう部が、部類？部、部品？なんで、なんだっけ、部位があるから、砂肝は砂肝、砂ずりは砂でずりずり。
ね。砂洗っても汚そう。そう。イエーイ。朝笑いゲット。ズリズリになったら論破されててごめんね。ありがとう乗ってくれて。砂でギモギモ。今日何しようかな。広島観光ですか。広島いるの。砂ずり、え、やばい。考え方は間違いないと思う。嘘だ、本当。砂でみちみちしたら砂みち。そうそうそう。レバー苦手自分。寝落ちした。あら、頬ずりのきついバージョン。あ、ちょっとやだね、ずりって。あ、でも頬ずりっていうんか。ゴールデンウィークに広島行く。お、待ってます、ありがとう。日常に戻ってしまった。何か、みちみち。何の時あの歌、トロブトラブトロブトロトラブってトロブトロブってトラブって、あー歯が痛い、はよ。みちの歌どんなんだったっけ。サンフレ対ガンバス見るために、すごい、2週に1回のペースで広島行ってる。握手会とかがあったから。昨日は楽しい公演でした、ありがとう。サワークリームオニオン味。レイズって何、なんだっけ、あれ、ポテトチップスですか。あ、今村ちゃってちゃってだ、恋しちゃってちゃって、なんだっけ。アモズさんありがとうございます。後ろの名札いいね。ですよね。あ、サワークリームオニオン味好き。おはよう、早めに仕事行ってくれ。いってらっしゃい。広島住んでください。4月になったら道に会える。お、嬉しい。ヘルヤンさん、ヘルヤンさんお誕生日おめでとう。よっ、よいしょ。ヘルヤンさんおめでとう。おめでとうございます。おめでとう。トロブ、おはよう。やっぱこれだね、ローテのトーク。良平さん、野沢さん、ありがとうございます。センスで目が覚めた、よかった。唇が変なことなんだ。トッポが一番好き私。おはよう。
明日寝たらみちにまた会える。おお。起きたら目が腫れてた。私も大丈夫。朝からえらいもん飲んでる。えらいもん、えらいってこと、わーってこと。唇吸われるの分かりみが深いねえ。カントリーマーム好き。違う、棒状のやつだったらよ。トッポポッキープリッツだったら。トッポ、広島連泊中だけど、ここおすすめのとこはね、たくさんあるね。たまにプリッツが美味しすぎるときある。なんか何だっけな、さつまいも味みたいなのがめっちゃ美味しかった。オロナミンシータ飲んでトッポ食べるって決まった。あ、自分はオロナミンシートチョコパイがね、ちっちゃい時からのあれよ。ポッキーの細いやつ食べたい。すごいってこと。うん。何その大丈夫な言い方で優しい。きょうちゃんさん、ありがとう。わあ、おはよう。芋けんぴの長いやつが好き。芋けんぴ大好き。しんやさん、ありがとうございます。タフマンはまだ飲んだことない。さすがに。プリッツのサラダ味は譲れない。どんなんだっけ。トップは好きだけど、トップみたいな人生じゃつまらない。なんで？じゃがりこずんだ、ずんだ味がめっちゃ美味しくて、じゃがりこの。でもなくなっちゃった。期間限定だったんですね。トッポ、プリッツ、ポッキーならみつき。みつき。みちもちべ上昇中。お、イエイイエイ。かませ、イエイイエイイエイ。気分ちょくちょくの。その組み合わせ合うか。ポンちゃんさん、ありがとう。あれ、オロナミンシートチョコパイ？朝。欲しいもんもよく食べる、自分も。大塚さん、ありがとうございます。ガバーマン、ガバーマンさん、お誕生日おめでとう。よっ、よいしょ。ガバーマンさん、おめでとう。イエイ、おめでとう。ずんだシェイク飲んだことないんですよね。飲んでみたい。飲めなかった前、仙台行った時。ヤンヤンつけば美味しいよね。たまに食べたくなる。オロナミン C に生卵入れて飲んだことあった。え、なんで。ツンデシェイク美味しかった。大阪でも飲める。そうなの。フランって何。広島のおすすめは、ちょっと遅くなったんですけど、いってらっしゃい。広島のおすすめはお好み焼き、汁なし担々麺、八色大福などですね。美味しいものがたくさんあるので、ご飯をいっぱい食べてください。ずんだは何者。豆。うん、おはよう。豆です。ずんだ味のじゃがりこめっちゃ美味しかった。食べたい。また第3、クマありがとう。クマありがとう。Thank you。 埼玉
行きたい。でも埼玉、そう、汁なし豚豆麺、牡蠣の天ぷら美味しいね。マセさんありがとうございます。朝マックする、みんなマックめっちゃ好きじゃない。時間の無駄、埼玉ですか。そんなことないよ、埼玉何もなくない。いやあるよきっと。いやいやいや、カキフライじゃない、そう天ぷら美味しかった。朝マック行きたいけど雨が、そんな雨降っとる。コロナミンシート生卵混ぜる CM が昔やってた。美味しくなさそう。なんで混ぜるん生卵。飛んで埼玉見に行きたい。そう、映画になるくらいだから、それだけいいものがあるんですよ。もう45分だ。飲み方が独特。いや違う、隠してるんです。出航か。出航します。今日下手じゃん、とっても。あれできない。ですか。そっか。お寂しいよね。チョコボールの箱でよく増やしてた。チョコボールの箱でできるの。たくまろさん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。たくまろさんおめでとう、おめでとうございます。おめでとう。あ、よくわかったね、ジングルベルって。すごい、すごい。焼きそばパン好き、小学生。そう、心は小学生。飲みたくなったでしょ皆さん。なんでしょう。すごい、よくわかったな。あるある探検隊、すごい、さすが。すごいね。そう、あるある探検隊、すごい。あるある探検隊、ちょっと振りもしたんですけどね。はーい、はーい、はいはいはい。あれあれだけど、そう、何にしようかな。
OK OK。世代じゃないけど、世代かな、あるある探検隊。まだ赤ちゃんだった。お、ピンポーン。 T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 。 あとは何があるじゃん。これは分からんかも。あの流行った、昔流行った、昔、そんな昔でもない。これは難しい。ですよ、なんだっけ。ですよの最近は楽しいこといっぱい。違う。マジで恋する5秒前。違う。一生懸命可愛い、本当。可愛くさ。正解は。そうだそうだ、長かったですね。この手の振りはないかも。ようって言ってるから。そっかそっか。な、何があるかな、リズムネタ。もう懐かしい、懐かしいね。iPhone 8です。わからなすぎて頭痛い。うそ。レディーゴーでした。
ありなさい。よいこさん顔芸になってる。なんてないよ。アーセント吹けないんですよ。おやすみちゃん、レリゴーだよ。昨日ありがとうございました。ありがとう、本当に来てくれてありがとう。卒業式行ってきます。行ってらっしゃい。上手でしょう、口笛。口笛クイズ。そう、うまいんです。うん、耳がごめんね。あ、ラーメン食べたい。最近黒目が大きくなった気がするんですよね。ちょっと思わない？怖すぎた。そう、ザウリーってなるの。京子さん、ラーメン大好き斉藤京子です。ラーメン食べたいな。うん、ね、大きくなってるね。黒目、目がちっちゃくなったんかな。毎日ラーメン食べたいって言ってる？じゃあ自分もラーメン大好き今村美月なんかもしれん。オダリーナさんもラーメン好きだしね。私の推し、推しの皆さんラーメンが好き。かわいいよね。ご覧のところへティーセスチナプレゼント。じゃあ僕もラーメン好き。ラーメンいいよね。ラーメン嫌いな人っているの。確かに食欲なくても食べれるものが好きなものなのかな。全部なんかあんまり苦手な食べ物ちょっとしかないから。アスカちゃん、
アスカちゃんって呼んでるんですか。シュッシュ。ラーメンとカレー嫌いな人、確かにラーメン吸えんのんですよね。ちっちゃい頃は吸えよったんですけどね、なんか吸えんくなってきた。広島の不定期開いてるとこわかんのどこ。週5でラーメン食べるくらいには好き。すごい、はなちゃんさんありがとう。どっちもあんまり好きではないかも。すすらない世界基準。お腹が鳴って仕方ない。お腹空いたね。カレーあんまり。千里眼千里眼今は何でも。パーフェクトユーフォリア。あ、59分、やば。辛いの食べれないから汁なし担々麺食べたことない。でもあの私の好きな国松さんは辛さゼロがあるんですよ。そう、それ食べてみたら。一人きりでもリニアブルーを聞きながら、その果てであなたが持っていくことを信じたいんだよ。やばい、カラオケ行きたい。おはよう。カラオケ行きたいな。ハーモンクバイハーモナイトフィナーレ星座になる。シャンデリアワルツいいね、最高、大好き。シャンデリアワルツ最高ですね。でも全部いいんだよね。やばい、ユニゾンゾンゾンしてきた。ネルトンさんありがとうございます。ゾンゾンしてきたぜ。はじめまして、ありがとう。したいことが多くて大変。うん、チグタクチグ屋根のようなのトゥットゥットゥ、ああ、ルンルルテテテテテルテテテテテ。やばい、いやーライブ行きたい。いいな、行きたいな。それでは壇上を読んでいこうかしら。誰のライブですか。ユニゾンスクエアガーデンさんです。 AKB さんのオールナイトニッポン終わるの知ってる。知ってる、びっくり、悲しい。もうすぐですよね。ドクターイジー以来見れてない。自分その後にあったんですけど、チケットスタンディングの時行けなかった。乃木坂のライブに行きたいって言ったら怒りますか。怒りませんよ。 ST にも来てくれます。単独じゃないけど行ったことある。いいな、いいな、いいな。AKB ショーさんもね終わるし、オールナイトニッポンさんも悲しい。一回出れてよかった、本当に出れてよかったです。あそこね、なんか憧れですもん。あ、応募しても入れない。そうなんや。
変わるかな。壇上さつまいもですかかぼちゃですか。どちらかといえば冬瓜が好きです。ダイさんありがとうございます。ノーバシーズ神中ユニゾンスクエアユニゾンあスクエアガーデンです。斉藤さんよろしく。天国と地獄デルルルデルルデルデルルルデルルデル。冬瓜知らないの？天国と地獄。公園には行きますが串会には恥ずかしくて行けません。どうすればいいですか？大丈夫ですよ、お話ししましょう。やば、二度寝してくれ。いってらっしゃい。仕事いってらっしゃい。ダメじゃ、今日はもうカラオケ行きたくてラーメン食べたくて。あ、変わった。いっぱいやりたいことがある。ありがとうございます。それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位はなちゃんさん。12位米太郎さん、米太郎さん。どっちが正解なんだろう。11位ソウさん。10位大塚さん。やっぱ黒目でっかくなりましたよね。目が腫れとるけんかな今日。9位タダダダムズさん。8位コロイチさん。7位ツーモさん。6位ダイさん。5位ナッティさん。ダグトリオ。4位ジロー吉さん。3位アモズさん。2位チャーミーさん。だるま。そして1位はルルルルルルンジャジャン、セリアさん。イエイ。ありがとうございます。セリアさん I love you タワー、ありがとうございました。お誕生日おめでとうございます。わきわき、ありがとう。それでは今日のラッキーナンバー、じゃじゃん、チャン
キーボーイス。イエイ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 。It's go 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 go。 おめでとうございます。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。やったね、ラッキー。お、嬉しい。ラッキーボーイに幸せを感じてくれてる。毎日朝から配信してくれていることに精一杯の感謝を。いや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 、毎日見に来てくださってる皆さんありがとう。 M1 いつかか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 これ、これランキングが見れるんですけど、22位の方がラッキーナンバーで、そう、私はね、オーディション STF48 のオーディションナンバーが22番だったので、22番をラッキーナンバーとしていつも配信後に、配信の最後に壇上プラスラッキーナンバーで読み上げております。はい、それでは。あら、変わっちゃった。どこが変わっちゃった。変わってはない。スノーアプリで何ができる。22マモルンさん、ラッキーボーイ。マモルンさん、ラッキーボーイ。2人ともラッキーボーイですね。これはこれはこれは2人ともラッキーボーイ。そう、初めて知った。ありがとう。たくさん知って知ってね、これからも私のことを。はい、それでは今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。おはよう。今日も一日ファイトルーム、せーの、エリエリオー。はーい、通りすがりありがとう。また見に来てください。またね。村田より送りますね。七並べしますね。七並べ当たりたいから、皆さんと時間決めてやろうかしら。9時からしようかしら。9時から出遅れた。そっか、村田より書いときます。ありがとう。ナウソングも忘れずにしますね。ありがとう。最近ナウソングのこと全然自分言ってないのにさ、なんかナウソングってでも検索するんですけど、やってくださってる方なんか、あ、優しいなって思う。早く会いたいな。私も早く会いたい。そう、まあでもいろんな時にしてるので、いろんな時に七並べしますが、今日は9時から、9時から5分ごとにしようかな。9時ちょうど。それでは今日も一日頑張ろう。ブワイブワイ、マトワニ、ありがとう。ボラモヨ、お疲れ様、ありがとう。またね、好きだ、 Thank you。 頑張りませう、頑張りませう、頑張るぜ。バイバイ、バイバーイ。今日もファイト、ファイトラブ。エリエリお、またバイバーイ。